はい、どうもおはようございます。今回の FX の相場解説、11月8日の朝6時10分にお送りしておりますけども、FX オリガルヒと、あと速可塾の限定動画、共通でお届けしていこうかと思います。えそして今回のテーマはね、えー、相場的に難しい時と、そして相場的に簡単な時、これエントリー、設けることに際してですけどね、この辺も合わせてお話ししていこうと思います。まず見ていただきたいのが1時間軸ですけども、昨日ね、レンジの設定をしました。こういう風なレンジの設定です。 仮設定だったんですけどもこのレンジをブレイクしたところちょうどリアルタイムで降りましたんでエントリーしてここで決済しました決済した瞬間になぜかね数時間後に見るとドーンと落ちてるんですよねでまたレンジに戻ってきたのかなと思ったら今度は下の方にブレイクしてでエントリーは全然してなかったんですけども私寝ていましたんでねで戻ってきて今ここにいるわけなんですよ とということで今日火曜日ですけども昨日作った1週間の前提が早速壊れましたんでまたねこれ見ていかなくちゃいけない特にこれねあのダウントレンドが始まってるかもしれないですよね一時期みたいに右肩上がりばっかりじゃないんでここはちょっと警戒した方がいいかなと思いますというところでね一旦こちらの一時間軸を外して一日足を見ていきましょうこの一日足で儲けやすいところと儲けにくいところの区別って皆さんどういうふうにすると思います えこれはですねトレンドなのかトレンドじゃないのかっていうところで見分けることができますまあ今はねもうトレンドじゃないですよねあのどっちらかってったら横ばいに近い形でちょっとだけ下に向かっているかなっていうところが見える程度ですでトレンドっていうのは何かっていうとここですよ一方的にその要線ばっかり出てるでしょでここはまたぐじゅぐじゅっと上下が繰り返されているところでこれがまたトレンドなんですよでここもぐじゅぐじゅっとしているところですね で、ここも、まあトレンドといえばトレンドに見えるかなってことです。あと、ここもトレンドですよね。あと、ここっていうのは、まあ、すごく儲けにくいところなんですよ。これもトレンドじゃないかって言えばトレンドなんですよ、ここも。上昇トレンドね。でも、この程度だと、さすがにね、倍で取っていくのは難しいですよ。だって、こういうところにボックスもあるし、で、急にまたね、落ち始めるし、みたいな感じですからね。まあ、ですんで、今、儲けやすいところっていうのは、ここ。ここ。ここ。 ここというところで分類することができますで、儲けにくいところは箱の中ですこれねだからレンジの中って基本的に儲けにくいんですよだからレンジとトレンドってのがあるとしたらね。トレンドで儲けてレンジでは儲けにくいと思ってくださいで、相場のほとんどはレンジであることが多いですで、今まさにレンジの中にいるんでだから一度決めたことが覆ったりするわけなんですよ難しいメカニズム分かったでしょ はい。じゃあ4時間の方を見ていきます。4時間はこれ。4時間なんですけども、当然ですけども、上下を繰り返してもらうので、稼ぐのは難しいと言えるんですよ。でも、その中でも一定の法則を見出して稼いでいこうと思ったら、例えばね、ブレイクアウトを狙うという方法があります。これは、こういう風になっているようにも見えるんで、収束して上下のどちらかにブレイクを待つという方法もありますし、単純に、今、レンジの中に入ってるから、こういう風なね、例えばこういう風なレンジとか、 まあ別の見方をするとこのレンジってこともありますね別の見方だとこういうレンジと言ってもいいと思いますでここをブレイクして利益を出すってこともありますでその場合例えば一番小さな箱のレンジが脱出したからといって今度は抵抗がここにあるじゃないですかだからここも反転か突き抜けかを警戒しないといけないんで難しいポイントっていうのはすぐ来ちゃうんですよここも同じですよここに力点がありますんでここを抜けたとしてもさらにここでね 反転して下に行くのかそのままの勢いで上に突き抜けるのかっていうのは選択に迫られるんですよだから難しいんですよだからこういう難しい時に手を出さないっていうのも一つの方法ですさすがに火曜日水曜日木曜といってもレンジを続けてる限り今みたいな形を続けてる限りテクニカルで判断することは非常に難しくなってくるんですよでも安心してください他の人も難しいですからだから相対的に皆さんがねあの損したり得したりとかしてで一部の あの上級のトレーダーさんにかすめ取られてるっていう状況ですだからシンプルに言って参加しないのが一番っていう方法もあるんですよねだからデモエントリーをしたりとか少額でやってくださいってことをお話ししてますで勝てるようになってきたらいつでもそれはね利益に転換できますからで今日明日の勝ち負けを急らない焦らないことなんですよとにかくテクニカルを身につけて今回みたいに行った方がいい時と行かない方がいい時って明確に分かれたでしょ今日トレンドとそれからレンジってことで じゃあトレンドを見つけることに、えーまあ、全力を注ぐっていうのを優先順位の高めにしといたらいいんじゃないですかで曜日で見るんだったら月金よりも河水木の方が稼ぎやすいっていうふうに思っておけばいいんですよこういうふうな比較してどっちが稼ぎやすいのかってことを追求していくと自分ができるトレードっていうのは最初は狭くなっていきますでもそこからスタートするんですよトレードできる範囲が狭ければ管理するべき時間帯や価格帯もちっちゃいってことでしょ だから管理しやすいわけなんですよ。フェーズがちっちゃいから。そこをマスターした上で、徐々に広げていきましょうっていう話をしているのが、私のオリガルヒ解説ですからね。はい。じゃあ、改めて1時間を見ていきます。1時間はどうでしょうかこれは右かかりとは言えないですよね。で、一応ね、ここに仮設定したレンジを設けたんですけども、これを信じるんだったら、 これを信じるんだったら、今日はまたレンジ内に戻ってきて、この中で何かをするんじゃないかなって感じで取ることができます。ですので、午前中を使ってそこを確認するっていう作業を一つすることと、もう一つの確認作業は、あの、ダウントレンドね。こっちの方に落ちてきてるんじゃないかなってことなんで、引き続き、この値動きが下の方に行くようでしたら、それを警戒して、場合によってはセルで入ることも考えないといけないですよね。でもこれが、で下に行くんじゃなくて、横ばいなり上なりに行くようでしたら、これは、 あのレンジに戻ってくる可能性が強いのでレンジオプションの仕切り直しをすることを、えー、午前中で判断してもいいかもしれないですね、えー、という形でおおむね終わりでございます、えー、と非常に難しい、えー、形に入ってますんで先週はね材料が入って難しかったんですけども今週はだからといってテクニカルがいきなり戻ってくることもなくね相変わらず悩ましてくれますただし他のトレーダーさんもあや焦ってますし悩んでますから、うん、自分だけじゃないですからね うん、だからそういう時にちょっと他の人と力の差があると他の人の悩みとかロスカットを全部自分の利益に変えていけるんですけども残念ながらまだね他の一般トレーダーさんと拮抗してる状態だと思いますよだからあなた頭が痛いんだと思いますで私の方も解説をこうできるだけしようとはしてるんですけどもね、うん、やっぱりこう張り付きで利益を取ることができるんですよこういう場合で昨日も張り付きだからこそここ取れてますからねでさらに張り付いていたら こちらの方の方レンジレンジ内オプションも取れてたとと思思いいますすしここのブレイクも取れていると思うんですよただ張り私でも貼り付けなかったんで多分この動画を見てる皆さんはちょっと難しいかなとだからこそ思うんですよ考え方だけはいつ見ても頭の中に入れることでできますんでこの後解釈がねできるようになるといいですよね仮にレンジをここで設定したとしたらブレイクも取れるしレンジ内オプションも取れるし下の方のブレイクも取れるでしょ だから3つ取れるポイントがあったってことが振り返って理解できればこの理解した技術を使う時っていうのは必ず出てきますからだから頭の中にこれを資産としてストックしておいてくださいってことで今日はお話をとどめておきますえそれではね今後の値動きをまた見ていかなくちゃいけませんけども次回の放送は今日の午後になります1時前後にできるかなと思いますんでその時までお待ちくださいそこでエントリーできるかどうかちょっと見ていきましょうそれでは本日は以上ですお疲れ様です